一条、谷朝倉市、遺跡一条、谷朝倉市遺跡は、福井県福井市木戸の内町にある、戦国時代の遺跡である。戦国時代に一条国城を中心に、越前国を支配した戦国大名朝倉市の遺跡。一条国城と山麓の城下町からなる。遺跡全体が、国の特別史跡で、そのうち四つの日本庭園は一条。 谷朝倉指定園の名称で、国の特別名称の指定を受けている。現在の福井市街の東南方向約1 0トル離れた、九頭川支流の阿諏川の、さらに支流である一条谷川沿いの谷合いにある。戦国時代の城下町と館跡、及び背後の山城から構成される。一条谷は、東西約5 0 0ル南北約3キロメートルと強章だが、 福井平野の端から山地に入って、すぐの場所に位置し、数キロメートル先の目前に、北陸道や大野盆地に通じる美濃街道、金又峠を抜け越前府中へ続く街道を、北陸道と連絡した朝倉街道などが通る、交通の要衝をすぐ抑えられる位置であった。位置状態には東、西、南を山に囲まれ、北には、 アスワ川が流れる天然の溶岩で南北に軌道を設け、その間の長さ約1 7トルの軌道のうちに朝倉館をはじめ、侍屋敷、寺院、職人や商人の町屋が計画的に整備された道路の両面に立ち並び、日本有数の城下町の主要部を形成していた。周辺の散歩には城塞や見張り台が築かれ、 地域全体が広大な要塞群であった。軍機物である朝倉島月には1471年に戦国初代朝倉敏影が黒丸館から本拠を移したと記されている。しかし朝倉家電機や朝倉焼などの新資料によると朝倉氏は南北朝時代には一条谷を本拠にしていたようである。文明年間には 重心が一条谷に集中するようになり、また、足利将軍家の分家である倉谷久保などもいた、ことから、応仁の乱により荒廃した刑から、多くの公家や高僧、文人、学者たちが避難してきたため一条谷は、飛躍的に発展し、華やかな刑文化が開花した。このため北の刑とも呼ばれた。戦国四代、朝倉高景の頃から、全盛期を迎え、 最盛期には人口1万人を超え、越前の中心地として栄えていた。1499年には、足利義種が朝倉忠氏家を頼り来訪する。1567年11月21日には、戦国五代朝倉義景が、足利義明4月一条国で、義明に改名を暗用時に迎える。義景は義明を艦隊するが、 同年7月24日、吉明は、上落を果たすため織田信長を頼って、美の国に出国する。1573年8月16日、利坂の戦いに大敗した吉影は一条谷を、放棄し、大野へ逃れる。翌日、信長の軍勢によって火を放たれ一条谷は、怪人に返した。この戦の功績により、信長から、 守護大職を与えられた朝倉市九神のカツラだ。長年が一条谷に館を構え、越前を統治していた。しかし、同じ九神である、富田長繁ら国人は長年に反感を抱いており、民衆に一揆を起こさせるべく画策した。1575年1月18日、吉田軍死費の章で、一揆税が放棄、翌日には長繁を先頭に、堺軍、吉田軍、 アスワ軍の一騎勢三万三千人が一条谷に、攻め入り、長戸氏は、一族諸とも打ち取られた。信長が一騎を平定した後、越前八軍を与えられた、柴田勝家は本郷水運、陸運に便利な北の省に構えたため、辺境となった一条谷は、田畑の下に渦もれていった。優れた造りの庭園も堆積する土砂に渦もれたが、 1967年に発掘が開始され注目されるようになった。浅倉市によって、当主館の東側背後、西方に福井平野を一望できる標高473メートルの一条、城山に築城された中世山城。15世紀前半には築かれていたと考えられる。一度も戦闘に使用されることなく、廃城となった。現在でも、車、 空彫り、彫り切り、縦彫り、土塁や、副平屋の跡などの遺構が、尾根や谷筋に沿って残っている。全長 1.5km、幅 200m の車を廃止、四角部分はおよそ 600m、200m である。本丸は、標高 416m に位置し、東南へ尾根伝いに1の丸、2の丸、3の丸となる。各車は彫り切りによって区切られている。 元気年間には、織田信長の信仰に備えて、約140条の梅状縦堀を築くなどの改修が行われたようである。本来の一条国城は、以下の一の丸、二の丸、三の丸で存在していた。北西の低い場所には、おみほうという出城が築かれ、馬出しなどが設けられていた。なお、一条谷の周辺の三方にも、東に、 東郷牧山城、北に、城岸寺城、南に、三部城などの出城が築かれていた。唐門朝倉館跡正面の堀に面して立つ、幅2.3メートルの東白作り屋根の門。朝倉市の遺構ではなく、後に建てられていた商運院の寺門として、朝倉義影の母台を弔うために作られたと伝わる。門表には、朝倉家の三つ木工の門が刻まれている。 現存するものは、江戸時代中期頃に再建されたものである。一条谷の中心部に位置する浅倉家当主が居住した館である。東側後輩に山城があり、西、南、北の三方を高さ1.2メートルないし3メートルほどの土塁で、その外側を幅約8メートル、深さ約3メートルの堀で囲んでいる。三方の土塁にはそれぞれ、 住屋倉や門があった。西方にある門が西門であり、現在は空門が建てられている。平坦部の面積は約6400平方メートルあり、内部には17棟の建築物があった。館内最大の常御殿を中心に、南側には、殿門や会所、隙屋、庭園、花壇など接客用の施設群が、北側には、台所や、自物堂。 湯どの、く馬屋など日常生活のための施設群が存在した。建物はすべて祖先に拡柱を立てて建てられており、屋根はこけらいた塔を吹いていたと考えられているが、鬼瓦や、胸石塔も発掘されている。マイラドや名勝寺などの引き戸を多用し、畳を敷き詰めた部屋も多かったとされる。館の背後には、朝倉一族の屋敷が立ち並び、館の西方には、 県場上、柳の番場などの外閣が存在した。資料館には発掘調査に基づいて制作された、館の復元模型が展示されている。庭池と石組の豪壮な臨戦庭園からされ木と、立石、福井市の古壇な枯れ山水庭園まで多くの庭園が依存している。後世の改変がなく、室町時代末期の庭園に様式をよく伝えている。 湯戸の跡庭園以外は、石組みの形式などが類似しているため、朝倉義影時代の策定と考えられている。湯戸の跡、南陽寺、諏訪屋方跡の3庭園は、以前より、庭石が地上に出てより1930年7月8日には、国の名称に指定されていたが、その後の管理が不十分であったため荒廃していた。そのため、1967年、 強度の除去や臓器の伐採などの整備が行われた。1987年には、湯戸の跡、諏訪屋方跡で、湯水用の石組み溝や暗渠が発掘された。一条、谷浅倉市庭園に湯戸の跡庭園1991年5月28日以下の4庭園が国の特別名称に指定された。湯戸の跡庭園の池に見られる、亀島と呼ばれる造りの石組みは、 滋賀県にある、九州となり寺庭園にも存在する。この庭園は、湯戸の跡庭園と構造が類似したところがあり、ほぼ同時代に作られたものである。復元町並み南北を軌道に囲まれた約1 7トルの谷間に形成されていた。百尺を基準に計画的に町割りがなされた町並みは、京都のように整然としていたようである。 1995年には発掘結果や資料等を参考に200メートルにわたって当時の街並みが復元され復元街並みとして公開されている。原寸大の立体模型は日本初である。侍屋敷、侍屋敷跡、朝倉館から一条谷川を隔てた場所には周囲に土塁を巡らした大屋敷が立ち並んでいた。現在は復元街並みとして 復元整備されている場所で、それらのうち一軒を、資料等を参考に、30坪の殿もを中心に、門、庭園、蔵、納屋、井戸、川山まで全てが再現されている。町屋小規模な建物が細く並んでいた。平面復元地区、木戸の近くもびっしりと町屋が並んでおり、人口密度が相当高かったとされる。現在、 復元町並み内20軒の町屋が復元され、裏には、井戸、川屋なども再現されている。寺院一常谷には、約40の寺院があったと考えられている。西山三つてる寺石城庫内その他英林塚、朝倉高影の墓木戸下城庫の土塁上、木戸の土塁一城谷を防御するため、城下町の南北に土塁を築いて、城門を廃止した。 京に近い南側は植木戸、北側は下城湖と呼ばれる。この間の約 1.7km の木戸のうちに朝倉神や侍屋敷などが作られ城下町の主要部を形成していた。木戸街、木戸の外にも町が形成されており、特に下城湖の北の阿波谷、前波は三国港につながる阿蘇川が流れ、一条谷の川港として栄えた。 美濃街道、朝倉街道も通っており、多くの物資が集積していた。米は元より、動物等も売買されていたようである。市場も設けられており、主要物資の相場を決定していた。当主館や、侍屋敷、寺院、職人や、商人の町や、庭園から道路に至るまで、戦国時代の街並みがほぼ完全な姿で、発掘されている。 また、遺跡からは、約5000基の遺構が検出され、160万点を超える遺物が出土している。福井県福井市木戸の内町ほか、ありがとうございます。